好きなニュースや番組の感想を書いてブログにアップするだけで月100万以上の収入を得ることは本当に可能なのか。はい、可能です。日本野球機構 NPB は26日マツダオールスターゲーム2015、7月17日東京ドーム、同18日マツダスタジアムのファン投票の結果発表を行った。本拠地で第2戦が開催される広島は、先発部門の黒田、一塁手部門の新井をはじめ12球団最多の5選手が選出された。パリーグの先発部門は日本ハム大谷が選出。大谷は13年に外野手としてファン投票選出を果たしており、投手と野手両方でファン投票による救援出場は関根潤三近鉄以来史上2人目の快挙となった。全体での最多得票はパリーグ DH 部門の西武森で 536,267 票、阪神では遊撃手部門で鳥谷が6度目の出場となった。その他の救援出場選手は選手間投票が6月29日、監督推薦の選手が7月2日に発表される。ファン投票選出選手は次の通り。セリーグ先発黒田博樹広島、中継ぎ山口哲也巨人、抑え山崎康史明デナ、捕手相澤翼広島、一塁手新井貴弘広島、二塁手菊池涼介広島、三塁手川端慎吾ヤクルト、遊撃手鳥谷隆阪神、外野手筒香吉美里デナ、丸慶広島、梶谷隆之デナ。パリーグ先発大谷翔平日本ハム、中継ぎバリオスソフトバンク、抑え松井裕樹楽天、捕手島本博楽天、一塁手中田翔日本ハム、二塁手浅村栄人西武、三塁手中村剛也西武、遊撃手今宮健太ソフトバンク、外野手柳田勇気ソフトバンク、秋山翔和西武、糸井義雄オリックス、 DH 森友はじめ西武。これについてネット上の声をまとめました。